メリークリスマス、大峰です。はい。今回、えー、年内最後の配信となるわけですけども、えー、今回はですね、えー、先のムービーに出ている YouTube 版ができるまでっていうのをちょっと説明していきます。この番組はですね、 えー、まず、スクリーンキャストっていうちょっと特殊な方法ではないんだけど、あのよくあの、ね、YouTuber さんとかが自分で自分自身を、えー、カメラで撮られて、それを編集してっていう風にされてますけど、僕の場合はそうじゃなくて、えー、カメラを用いずに、Mac、マシンの挙動自体を、えー、スクリーンキャプチャー、動画で撮ってて、えー、話していくっていうスタイルを取っています。はい、なので、これに関しては、えー、以前お話しっていうか、てご紹介させてもらった スクリーンフローでこのアプリを使用してすべて作業を進めていっていますね。はい。っていうのもあってちょっと特殊な環境なんですけどもまあ何かの参考にはなるかなと思って進めていきます。で、必要なものはまずさっき言ったスクリーンキャスト。あと僕はマイクにブルー,ブルーのスノーボールっていうう可愛らしい丸っこいやつを使ってます。はい。 で次に、まあ、フォトショップ、プレミア、アフターフェクツ、ロジック。このアプリケーション4つで、をメインに、えー、編集をしていっています。まずですね、これ作るにあたって僕はね、あのー、いつも、あのー、何をはじめにやるかっていうと題材を考える。もちろんそれはそうですよ、テーマね。うん、でテーマでね、考えるときっていうのは、割かし早くて、まあ、自流に沿ったものっていうよりはどちらかというと自分の環境のもの。 うん、例えば購入したばっかりのプラグインであったりとか、えー、アプリケーションとかそういった単純に今その時に自分の興味があるものを、えー、優先的にと、えー、採用していってるというか取り上げていっています、はい、でそれはね、えー、まず大体こう決まったらまずやることは調査 Web を中心にいろいろなこうドキュメントを見ていって でそのアプリケーション、プラグイン、話題とかそういったものをすべてに、ね、こう、えー、っと、話せるだけの情報を集めていく。うんまあ、間違いも多々あるとは思うんだけども、極力それを減らすためっていうのもあるし、単純に、ね、話す材料は多い方がいいと、はい。そういうことも考えてやってます。で、それが済んだら次に台本を大まかに書いてですね、まあ、セリフ、ここでこういうのを喋る、ああいうのを喋るって決まったら、 えー、次にロジックを使って声入れを進めていきます。で、えー、次にですね、それが終わったら、もう大体声入れっていうのをやってる時点でもう構成は決まってるし、どういった映像を流すかっていうのはもう大体考えてるので、えー、次に素材集め、パーツ。例えばカメラのことを話すんであればカメラの素材を持ってきて、フォトショップで加工するとか、まあ、あとはアフターエフェクツで そのテンプレート僕はモジュールっていう感覚でやってるんだけど、あのたあのプレミア上でタイムラインに、えー、ダイナミックリンクっていう機能を使ってアフターフェク s のコンポジションを乗っけることができるんですよね。うん、なので、これを使って基本的にはアフターフェクとプレミアで作っています。以前はファイナルカットプロテインとモーションで作ったんだけど、なんかね、えー まず、ファイナルカットプロテイン自体が不安定だってことと、それと、えー、モーションの、そのタイムラインっていうか、モーションのドキュメントを、えー、乗せると、そのファイナルカットプロテイン上に乗せると、やたらこう重くなったらというかする、封印重くなったりすることがあったんで、ちょっとこれはストレス振るかなと。うん。画質はすごくいいんだけどね、その最後コンプレッサーで書き出した時に綺麗なんだけど、 うーんでもその表現の幅とか、あとは習熟度のこととか考えたら、まあ多少ね、パフォーマンスをプレミアの方がね、やっぱりスピードも落ちるし、パフォーマンスも低いんだけど、低いっていあの、モーションとの連携とかではね、比べたら、そのアフターエフェクスとの連携っていうのを比べたら、圧倒的にファイナルカットプロテイングとモーションが軽いんだけど、うん、でも表現の幅とか考えたら、まあ、こっちの方がいいかなと思って、最近プレミアと、 えー、After に切り替えていますそれで、えー、CC2014 から備わってきたあのテンプレート機能、えー、とドキュメント自身のコンポジション設定でテンプレートのチェックボタンを押してねこう作るとそ,のそこに配置しているテキストをいじれるんですよねプレミア上でダイレクトにそういったものとかあとはもう文字を必要としない、えー、なんだろう動きのある演出とかっていうのはもう事前に 4K 素材としてもうアフターエフェクツで全て作っちゃってす、まあ、全てってことは、ねまあ、順次作っていってる必要に駆られたらそこで作ってそれをストックしておいていつでも使えるようにしてるっていう風にしてますだからあのどん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 ねあの表現の幅っていうか演出はどんどん派手には派手うん増えてはいるんですよね演奏方法はアフターエフェクツの方に音も全部もう入れ,入れちゃってるんで本当にもう あとはもうプレミアにポイポイ放り込んで、もうブロックを組み立てるような感じでこう入れるだけで勝手に音も入って演出もついてっていうふうにものすごく重いんだけど、とにかくめちゃくちゃ重いんですけど、ダイナミックリンク使ってプレミア上でアフターエフェクスのコンポジションを動かすのはもう遅いとかレベルじゃなくて全く動かないんだけど、かなり当てを、当てっていうかね、勘で、<laughs> あの、 動かないんだけども、まあ不具合ないだろうとか思ってね、えー、編集を進めていくわけです、うんまあ。たまに最終的に書き出しして見てみたら、あの、大いきいこうミスが見つかったりとかっていうのは3回ぐらい繰り返したりすることもあるんですけど、まあ,あの、ゆくゆく 4K にね、最終的にするってなった時に、全部こう素材作り直しっていうことになりかないのを考えたら、まあいいかなと、うん、思ってやってます。 あとはね、もう編集プレミアの方で、えー、さっき言ったあの、えー、モジュールっていう風な考え方をしてるけど、テンプレート、オープニング、エンディングとか、そういったのをこう、ちょこちょこと、今回の画像はこれを使うとか、あのー、オープニングのね、タイトルの方に使うやつをこう、フォトショップで作ったりとか、うん、して、エンディングは基本的にもう、あんまり変わらない。まあ、変えられるようにもちろん作ってるんだけども、一画月に一回とか。 気が向いたらえようかなと思ってね、こう気楽にやってます、うん。で、最後にまあメディアエンコーダーのに持っていって、わりかし、高品設定。大、え、体、ー、だいたいビットレートは、MP4 の 10MBps メガから12メガ12メガぐらいの、えー、VBR かな、うん、?2 パスぐらいでやってます。うん それが済んでもう全部だいたいん終わったらもうあとは YouTube にアップするだけなんだけどもここも大変で、うん、YouTube にアップする時もそのキーワードあとタイトルとかそういったところに入れるキーワードとか文言っていうあとタグそういったのも全てこうある程度チェック調べて極力こう見てもらえるように、えー、工夫はしてあるつもりなんですけどもまああのー、ね えー、そんなに再生回数もまだ伸びずに、はい、いるので、それが果たしてミーがあるのかっていう感じなんだけど、まあ、それやめちゃったらね、あのー、まあ、なんていうかこう、やりこ、やり込みがいいっていうかな、やりがいうんな。減っちゃうじゃないですか。だから、まあ、それもまあ、楽しい、楽しいことだとね、割り切ってやってます。まあ、そんな感じですよ。あのー、さっき話した、そのパーツ作成、モジュール的なものもね、今後どん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 拡充していったら、 そ,のそれこそあの、今ね、たい編集にかかる時間全部で10時間今日かかってるんですよ。12、3時間ぐらい。それをね、目標としては来年中にはね、3時間4時間ぐらいにしたいなと。せめて半日ぐらいで終わらせられるようにしないとちょっとね、こう、身がもたんなっていうのがあるんで、こう自分でね、今のうちにどん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 暇を見てパーツを作る、テンプレートを作る、あとは、あ,あの、 話題を考えるとか、そういったのね、あの、常に日頃こうやってて、なんかこう、気がついたらっていうか、それを気づいたら、どんどんエヴァノートなり、メモなりにこう残していくっていうのをちょっと習慣づけてます。はい。そんな感じです。ちょっと長くなっちゃいましたけど、こんな感じで、ヤサグムービーで量は作られていますよと言ったところでね、こう、この苦労をちょっとでもね、あの、ちょっとでも多くの方とね、あの、共有したい。えっと、 思ってて、ね、話をししみましたそんなわけで来,来年以降も、えー、どん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 もっともっとクオリティを上げてもっともっとこう面白く人のためになるようなものをね、えー、作っていきますんで、えー、今後とも、えー、ご愛好よろしくお願いしますといったところでそれでは皆さんさようならまた来年お会いしましょう